モッショク色ーインクの材料であるモッショ色紙と硫酸鉄。モッショク色ーインクは鉄の塩と植物由来のタン任ン酸から作られた四国色もしくは黒褐色のインクである。ヨーロッパでは筆記用及び描画用のインクとして9世紀から19世紀にかけて一般的に使われており、20世紀に入ってもよく使われ続けた自家製インク。左に鉄と巣による溶液。右に 多くの抽出物。これら二つを使用直前に混ぜることでインクができる。没色子インクは一般的に硫酸鉄を没色子酸酸三区に加えることで調合されるが、鉄イオンを生ずるものであれば何でも使用できる。没色子酸は通常、没色子から抽出されるが他の種類の木の虫昆布からも抽出できる。も色しの抽出物に発酵や 加水分解を行うことで、木色子さんが有利し、より濃い黒いインクを得ることができる。発酵した抽出物は硫酸鉄と混ぜ合わされ、ろ過される。出てきた薄灰色の溶液にはバインダーが加えられ、紙や羊皮紙,紙への筆記に用いられた。うまく調合されたインクは徐々に濃い四国色へと変化する。書かれた内容は羊皮紙,紙にしっかりと付着し、 こすったり洗ったりしても消すことができない。筆記面を薄く削ぎ落とすことが消すための唯一の方法である。自家製没色 CE インクの使用。時間の経過とと,ともにインクが濃くなっているのがわかる。インク焼け、没色 CE インクは紙や用皮脂を分解するインクが時間の経過とと,ともに濃くなるのは空気中の酸素による鉄イオンの鉄イオンへの酸化が原因である。そのため、 液体のインクはしっかりと密閉された容器に保管される必要があり、時間が経つと使用できなくなることがしばしばある。没色シ,クシインクの化学反応の詳細は realscience.com で見つけることができる。没色シ,クシインクはとても有効であるが、その製法は決して理想的ではない。没色シ,クシインクの酸性度はおおよそレモンからコーヒーほどの範囲を持つ。そのため、 没色シーインクを作る際に砕いた卵の殻を含むを用いてインクを調整し pH 値を中性に近づけるものもいる。没色シーインクは見苦しいゴーストライティングを筆記面の表面に生じる場合がある。また、インク中に長期間残された過剰な鉄イオンは錆色のボケを字の周辺に生じ筆記面に穴を開けてしまう。紙には 木色シーンクと用いる場合に固有の問題が存在する。鉄とタンリンによる顔料はセルロース繊維とは化学結合を行わない。木色シーンクは紙に強固に付着するが、この原因の大きな割合を占めるのは機械的結合である。すなわち乾かされたインクが繊維の間に浸透し乾燥後繊維の間に絡みつくのである。筆記面の腐食は 羊皮紙と比べて、紙の方が早く、羊皮紙では千年以上かかる損傷が紙では数十年や数年で起こってしまう。没色紙インクの賛成度についてはよく知られているが、その賛成による影響は課題に述べられていることに気をつけるべきである。没色紙インクによって書かれた書物の中で損傷が全くないか、模色シーインク以外の要因による損傷しかないものは、 数千あり、その一部は千年を有に経過している。しかしながら、この知見は、没色シーンインクを用いて書かれた書物の潜在的な問題点を無視できるという意味で受け取ってはならない。没色シーインクの最初のレシピはプリニュースによるものであり、漠然としたものでしかない。多くの著名で重要な写本が没色シーインクで書かれている。 現存する中で最も古い完全な聖書であり、四世紀半ばに書かれたと考えられている、市内写本もその一つである。製造の容易さと耐久性、耐水性の高さからもっしシーインクは、地中海周辺のみならず、ヨーロッパの写本筆写者者にも好まれた。ルネサンスや中世から残っている写本の非常に多くが、もっしシーインクを用いて書かれており、残りは、ランプブラックや、 カーボンブラックを用いて書かれていることがこれを裏付けている。同じ時代にイギリスやフランスでは王室や法的な記録をすべてモッシ試クシーインクで書くことを規定した法律が制定された。モッシ試クシーインクの人気は植民地下時代以降世界中に広がった。アメリカ合衆国郵便公社はモッシ試クシーインクの公式なレシピを有しており、インクは 全ての郵便局で客の使用のために用意されていた。20世紀後半により科学的な方法によるインクが発明されて、初めて没色紙インクは一般的に利用されなくなった。没色紙インクはその耐久性と耐水性により、ヨーロッパでは1000年以上にわたって、その使用と生産は他の耐水性のあるインクが手に入るようになった20世紀になって、ようやく減少した。 今日では、没色紙インクは主に古い手法を復興することに、熱心な芸術家によって製造され、使用されている。また2017年、プラチナ万年筆より、ブルーブラックではない没色紙インクが発売された。ブルーブラックの没色紙インクイクリージーアスティコル、ステーショナリーサプライズレジストロアーズインクで書かれた万年筆の、筆記サンプル万年筆用没色紙インク、詰め替え用、ボトル、 0.5リットル1950年代製収納容器付き付けペン用の伝統的な没色シインクはペンを腐食し万年筆を壊してしまうため万年筆での使用には適さない。その代わり近代的な代用没色シインクが万年筆用に提供されている。例えばペリカンプラチナ1万年筆の製品やチェスタフィールドのアーカイバルボールター。 ダイアミンのレジストラー、S インク、イクリージーアスティコルステーショナリーサプライズの、レジストロアーズインク、グーテンベルグのアッキンデンティント G10 シュワルツ、ローラークライナーのサリックスと、スカビオサが存在する。これらの近代的な没色紙インクは愛好家から、古典インクとも呼ばれ少量の鉄、没色紙酸化合物を含むが、 pH の調整などにより腐食性を低下させており万年筆の内部により優しい。これらの近代的なインクに含まれる青色の水性染料はインクを筆記中にはっきり見えるようにするための一時的な着色料として作用する。このため、筆記直後はあまり耐水性が高くない。水性染料インクが完全に乾き退職する間に、鉄、 没色資産化合物は少しずつ酸化され、灰色や黒への目に見える段階的な色の変化を起こし、描いたものに耐水性を持たせる。この色の変化からブルーブラックと呼ばれることもある。色合いが似ているだけで、鉄、没色資産化合物を含まない水性染料をブルーブラックと称している場合もあり、注意が必要である。例えば、シェーファー。 パイロットコーポレーションのブルーブラックと名乗るインクは、鉄、没色資産化合物を含まない。ペンの内部に長期間置かれると鉄分が凝固することがあり、洗浄には鉄と結合する薬品などが必要となる。このため、水性洗浄インクと比較して、頻繁に使って乾燥させないこと、頻繁に内部を洗浄することなどが求められる。 凝固すると物理的に除去するしかない顔料インクに比べればまだ取り扱いは容易な方である。古典インクを販売していないメーカーの万年筆の中には腐食に弱いものがあり注意が必要である。一般に万年筆メーカーは他社のインクの使用に伴うトラブルを自己責任と考えており古典インクに限らず腐食や詰まりを起こすことがある。筆跡はインク消しを使って 科学的に除去することもできる。イギリスでは、戸籍登記書における出生証明書や、結婚証明書、死亡証明書、生殖者の一覧のような公文書への鉄、没色資産化合物を含む特別なブルーブラックの公文書品質登記関用インクの使用が必須となっている。ドイツでは、交渉人の法律行為において、 特別な青もしくは黒の書類用耐久インクの使用が必須とされている。ドイツにおける証明書用インクの規定。ありがとうございます。